担保にお金借りてんだとか、そんないろいろ若者に偉そうなこと言っといて、親は金持ちなんだなんだみたいなコメントが多かったわけよね。でそのコメント見て俺結構きしょいなって思っとって、結局そういう人って親ガチャとかっていう言葉は今流行っとうけど、自分の人生がうまくいくいかないを親のせいとか、ね、親の方に持っていきたいわけやんね。結局親が金持ちだろうが貧乏だろうが、うまくいっとる人はうまくいっとるし、幸せな人は幸せやし、親が金持ちだろうが不幸せな人は不幸せやし、金稼げてない人は金稼げてないし、自分の人生を親に委ねるような人たちがこういうコメントしてくるんだろうなって俺は思ったし、で俺のお父さんは今言ったように鹿児島のど田舎で生まれて金なかったわけよ。でもう小学校から片親やったわけよね。正直名前も変わったし引っ越したしね。でお母さんが一人で兄弟3人を養っとってくれたわけよね。お母さんも仕事ばっかりで家におらんかったわけよ、片親なのにね。そういう生活をしとって、で俺は中学生からずっとアルバイトしよったわけよ。で金ない中頑張って中学校からバイトして稼いで稼いで、そんな中でも俺は福岡なんかで終わりたくねえと思って東京に行って社長になろうと思っていろいろ頑張って、借金まみれの中、もう19歳の時に百何十万って借金しとって、闇金とかからお金借り取ったわけよね。で月利 10% とかだけ、本当に利子だけで月何十万とか、そういう世界でお金借りて貧乏の中会社立てて頑張ってきたわけ。いろんな人に頭下げて待ってください、お金貸してくださいっていうのをやりくりしながら、で家庭の事情で俺が借金6000万ぐらいある時かな、もう22歳とかだよ。正直22歳の時とかに養子に入ったわけよ。本当に22歳とかで、その時には会社立っとうし借金まみれだし、もう自分の人生生きとったわけよ。けどたまたまそのね方々の息子とか娘とかがおらんくて、子供がまあ親戚なんやけどね、うん、で死んだ時、もしね子供がおらんけん、もし死んだ時に株とかなんかそういうのがどっか家族以外のところに行かんように入ってくれと、養子にってなったけん、分かった名前入れるだけっつって入ったわけよね。だけんそういうお父さんなわけよ。ネットで金持ちだ金持ちだって言われとって、北海道のホテルやってるみたいな、で会社継いでくれって言われたけど、俺は正直ねあんまり継ぐ気がなくて、自分の人生生きたいタイプやけんさ無理って。でもさすがにそういう家庭の事情やし、まあおじいちゃんが建てた会社を継いどうわけやけどね、今の養子のお父さんが、まあおじいちゃんが建てた会社やし、おじいちゃんのおかげで俺らも生き生きしとうけんさ、おじいちゃんがおっての俺やしだけ、養子には入るよって言って入ったわけよ。それで今の人生生きとうわけよ。でそれはもうみんな知っとうわけで、でも俺このことなんか実は北海道でそういうこと言って、でもそういうコメントが来るだろうなと思っとったけん隠しとったわけよ。実は養子に入ってもうね、ほらライフゴーゾーンとかでもさ言っとったやん、金より大事なものがあるって死んだ親父が言っていたって。で動画でも泉でね、鹿児島の泉まで行って、これがお父さんの墓参りです、初めてのっていう動画も撮ったんやけど、やっぱたまたま北海道の金持ちのお父さんがいるらしいみたいな記事だけがバズって回りまくったけどさ、なんだ結局ボンボンじゃんみたいな言われ方して、まあいいよ、そうどうせ部分的に切り取られて勘違いされるのはこの職業の仕方がないところやし、まあそういう記事が回ったらそう思うのもまあ仕方がないわなって思うけん、別にそう言われることに対しては何も思わんのやけど、けど俺は一つそうコメントするやつらに言いたい、マジで。お前のうまくいってる言ってないとか、お前の幸せか不幸せかを親とかのせいにしとうならマジでキショイと思うな、うん、だって自分が今給与いくら30万40万50万それとも10万、それって自分の決めた仕事やし、そこにしか仕事がつけんのは自分のせいやね。100万稼いどう人も200万稼いどう人もおると思う、君の友達が大富豪になる人もおるやろうし貧乏になる人もおるやろうしね、それってそいつが決めた人生やし、そいつが歩んできた生きてきた実力やね。親のおかげとかで自分を決めとんならだけんお前はうまくいかんという、
何かのせいにするっちゃろ。国が悪い、政治が悪い、日本が今うまくいってない、親が悪い、友達が、彼氏が、彼女が。だけ別俺がボンボンの息子とか勝手に勘違いされた分は自由やけど、そういうコメント残すやつってそうやって周りのせいにして生きていくんだろうなっていう感じ。